お母さんがいきなりなんか「えっここに住む?」ってそうは「えっブロー待ってよ私のアニメグッズとかも全部まだアメリカにいるんですけど私どうすればいいの?」<music> 上とした <music> そして <music> と渋谷、宿と新宿な感じしか分かんない。あと桜女子ですはい <laughs> 日本でメーヘラコルチャーあるんじゃないですかあるねあるね,あるね、はい、もちろん私思うのはみんなメーヘラと思うよ <laughs> そうですよね一回私漫画家になりたくて一回諦めたんですよ、友達作るのってもういいやなんかもう自分の世界を作るってなんか思って そっからなんか私クリエイティブな考え方始まったから 1>, 1ヶ月マジで金なくてご飯も全然食えなくてだから、うん、うまい棒を毎日違うのなんか味のやつなんか食べててホットの水を入れさせて<あ>なんてうまい棒とご飯とか <laughs> <laughs> 今食ったら吐くというかもうあもう食ティそうダメになっちゃった はい、ということで、今回のゴールラッシュパーキャストのゲストはシェイダです。よろしくお願いします。よろしくーす。Yes, welcome! ぽぽぽぽぽぽ、札幌ってことでね。札幌ってことで。 俺らでもあれねラップスターとかの前2年ぐらい前から知り合いだったにあの日かなえ違うか多分タデちゃんのそうポッドキャストの日に多分ですよね。話は聞いてたでも。ベイビー鍋とも一緒にいてそうだベイビー鍋も同じに撮ったそそううだだ後ろにいて静かに頑張ってなんか遊んでて。 外でね外でそうその日も爆暑かったよね爆暑かったね爆暑かったねあの日ねいやめっちゃ暑かったよこうしてであれ懐かしいねでラップスター出てはいね今はもう忙しいと思いますけどどううすかラップスター以降まあラップスターねうんいやまあ一応めっちゃ楽しかったあそうなんだはいめっちゃ楽しかったし経験としてもめっちゃいい経験でしたというかはいはい 新しいのをなんか、スタイル、何でもなんか新しいこと普通にずっとやりたくて「うんね、ラプスター」出たからなんかなんだろうやりたた。いことが増えたえー、あとなんか試したいことも増えたしははははあとなんか自分のスタイルもっとわかるようになって何がしたいっていうかうん、うん、あ、そうなんだ,だから結構出てめっちゃうれしかったというかマジで。うんうん めっちゃ感謝あるよねで <laughs> ラップスターにうラップスターって感じそのラップスター出るど,、まあ、どこまで話すか分からないんだけどラップスター出るって決めた時とかはい、今校長出てみてさ自分のスタイル見つかったりとかあこれやりたいなってなったと思うんだけど、はい、最初はなんかどうや何で出ようと思ったのまあ一応冗談で,あ冗談でなんか友達、まあ、友達っていうかまあ結構周りで,で出てる人数うん、うん、友達が出てる人数もいて前のラップスター、うん そしてなんかみんなと一緒にいる時に私ふざけて「うん、いや私もラップさ一応オーディションしようか」なんかみんな笑っちゃうんじゃないですかなんかまあ絶対でないでしょって感じで笑っちゃって私が「いやでもどうするの私うまかったら私が一になったらお前ら泣くもし,もしかして大丈夫それで」<laughs> ってなんかふざけて言って、まあ、めっちゃふざけたから「うん、いや,やるしかないね」なんかもういろいろ言っちゃったしやんないとちょっとダサいなと思って。 出ちゃったんです。よ <laughs> <laughs> それ出たんだ。はい、したらまさかのバンバンバンをかしげた。え本当になんかもう夢みたいというか、マジでこれ現実じゃないからって毎日起きるんですよ。なんかえもしかして全部夢だったらどうしようって <laughs> 結構悩んでる。あそうなんだ。はい、<laughs> えどのステージが一番楽しかった？自分的には。 一番楽しかったのは、うん、あ難しいな難しいよねめっちゃ難しいよそれ、うん、えじゃあ一番なんかわかんない自分の中であここういう自分がいたんだみたいな新しい自分を発見できたステージとかあったあまあカンプステージが一応めっちゃ面白かったしなんかまだ見てないですよまだ見てないしうん、うん、そうでもなんか そうだね。なんか普通にみんなと話したこととかなんかそうだねみんなのなんかどうやって作るのあれも見て、うん、結構普通になんかやっぱりそういう合宿みたいなの関係なんか入るのは結構初めてっていうかいつも来る、私の来ると一緒に作ってるんですけどなんか新しい人数はい、はい、あんま会ってないの人数と一緒になんか、うん、そういう関係があって普通になんかワッ やっぱりアーティストって楽しいっていうかなんかもっと熱い気持ちんかそうめっちゃファイアーになったんですよねファイアーフィルドねファイアーフィールドねでもさフットステージもちょっと言ってたけどさアーティストをマジやめようと思った時期が まあ一応今年の始まりガチで音楽まあアーティストとしてやめようと思ってそんぐらい,いただけなんか頑張ってやって、うん、いつか自分の事務所作ろうぐらいあ、ね、そういうことも今日は一応アーティストできない時が来たら普通になんか自分の事務所作って、うん、なんか。<laughs> 自分の事務所の中にんかアーティストのこともんかプロデュースしてて、デッドストックと一緒に私たちんかアイドルグループ作りたいんですよ。アイドルグループ作りたいのデッドと一緒にデッドストックとか私たちめっちゃ昔からずっと話してるんですよ。んか私たちでさんかプロデュースとトップライーとしてんかめっちゃいいチームでんかめっちゃいいアイドルグループのプロデュースできるんじゃねえってか。いやできそうやね確かに。絶対できると思うから、それも目標で。 あとソングライターとしてもグラミーが欲しいグラミー欲しいね。の目標がずっとあってうん、うん、だからアーティスト別にやんなくてもなんかまあ音楽作れるんだったら嫌と思ってうん、うん、アーティスト自分がアーティストやるのはまあみんなそうなんだけど高い、うん、高いあお金かかるお金めっちゃかかる bro お、like、<ー>金入るじゃん、はい、そしてすぐ音楽にバックするし でも泣くぐらい渡すの。なんかミュージックリデもしかして撮って「<laughs> いや40万なはいはい。ありがとうございます」<laughs> マジで <laughs> そうだねうんそっかそこまでみんなアートが作りたくて自分の色も出したくてなんか結構面白いっていうか美しいことじゃない <laughs> そうだね結構ラプサー出たのあとめっちゃそれもっと気づいてて <laughs> うん、うん、私結構年 について多分考え私なんか結構若いのアーティストめっちゃ増えてるんじゃないですか最近は確かにそうです、ね、<laughs> めっちゃもうそしてなんか私も始まった頃は1819ぐらいだったしなんかそうだねなんかうまくいってるの人私の年でなんか結構なんか早めになんかやんないといけないのプレッシャーうん、うん、っていうかバズんないといけないのプレッシャーがずっとあってめっちゃいろいろやったんですけど なんか、そうですよね。24歳になったからもっと何だろう、うん、ガーンってきてなんか今スタートのところまでもう行ってなかったら普通にそうですねなんかその続きこれからやるの続きうん、うん、あと,私としななんかどうやってうまくできるかそれかできないかなってうち考えててうそうだね。 it's like real life, <laughs> like <やる> <laughs> so thinking って感じですよね。なるほどね。<Yeah. S 2> そういうことか。だから、まあ、お金に、まあ、そのなりやすいソングライティングだったりとか。はい。そういうふうなことをやろうと思ったけど。はい、弟と話して、はい。そうですね。うん、私の弟。一応マジで、he's like my biggest like supporter、うん、also like。マジで、he's like。 ホミ本当に <laughs> なんか本当に彼と喋ると私いつも落ち込んで時に彼と話すと彼マジでめっちゃいいアドバイスもくれるしいつも私の気持ちをめっちゃ考えてくれるうん、うん、そうですよねめっちゃポジティブになんか返すし、うん、なんかそうですよねなんかそれめっちゃありがたいな気持ちがあって、うん、そうだね。 マジで弟のためにマジで頑張りたいわって思っちゃうというかいいねはいえお父どこに住んでんのアメリカニューヨークアメリカニューヨークニューヨークに住んでてお兄ちゃんとお父さんそうですはいあそうなんだ向こうにいるんだねはいお兄ちゃんもたまにやってるお兄ちゃんお姉ちゃんとお姉ちゃんと弟がお兄ちゃんとお姉ちゃんもいるんだはいいます ミドルチャイルド。ミドルチャイルド。いや、だから、uh, 頭おかしいかもしれない <laughs> <laughs> なんかあるんじゃないですかそれ。それだよね、ミドルチャイルド。<laughs> みんなちょっとえーって感じ。おもろいな。<laughs> うん、え、でもさ、あれだよねあの、ニューヨークにしばらく住んでて、その後札幌に来たんだよね。はい、そうですね。私、生まれは LA。生まれは LA なんだ。いや、ロサンゼルスで生まれて10歳まで。 10歳住んでたはい、はい、LA の方うん、うん、そしてその後なんか一回そうお父さんとかずっとまあ付き合ってないっていうか私の弟が生まれたから普通に別れてるんですよ結婚したことないしだから別にかかでかいことじゃなくて普通になんかまあたまにお父さんと一緒にいるたまにお母さんと一緒にいるの状況だったしそしてニューヨークっ越した時にお父さんと最初住んでて、うん ななんか、パートじゃなくて、ススタジオ <laughs> スタジジオ。オでス彼のスタジオの中に住んでたへ<ー>そう多分半年ぐらいかなうん、うん、そうですよねでもそうだね最初ニューヨーク引っ越した時に結構面白くてはい、はい、学校行くんじゃないですかなんか正、うん、しい学校、ねうん、なんかみんななんか LA から来たってなんか結構なんかすごいことみんなすごいと思ってるんですよまあガキたちは <laughs> <laughs> そしてなんかみんなそうだね初対面の人たちも,み,もうみんな私のテーブルに来ていや 逆になんかお前どうしてここに来た何かエレンに戻った方がいいじゃんってなんか <laughs> えそうなんだってみんな言われて私がえなんかでも私それ選べられないじゃん別に, <laughs> に、ね、私ガキだしそうそして札幌も引っ越したら同じのこと言われて、うん、えどうしてここに引っ越したのニューヨークってもの方がいいじゃん <laughs> ってないブラ私がもう I got no choice t h I have no choice. When my mom goes, I go. そうなんだ。じゃあ結構転々としてたんだね。はい。そうですよね。そして結構お母さんとお父さんが面白くてなんかここに住みたいとか聞くんじゃなくていや行くよって感じで気づいたら着いたらここで住むよって。そう札幌もそうだったし私普通に帰ると思ってたんですよ。そうだろう。3ヶ月だけの旅行。 のなんかってて言われ最初おばあちゃんがなんか金出してて、うん、私の飛行機の場合お,お,お母さんと弟の場合もう払ってくれて、うん、そしていたんですよ北海道に普通になんか遊びだけと思って、うん、まあアルメ超好きだったしゲームも、うん、あーすげえアルメの世界だーって最初思ってめっちゃなんかキラキラの目で、うん、でもお母さんがいきなりなんか多分1週間2週間経ったら「えここに住む?」 <laughs> で<ー>、そうさ、l え、bro、待って、私全然ちゃんとパッキングしなかったんだけど、私のアニメグッズとかも全部まだアメリカにいるんですけど、私どうすればいいの？<laughs> それの全部もうなんか、<laughs> そうアニメグッズとかいろいろストレージであったものも全部捨てられて、うん、めっちゃそれだけ超バッドだった。じゃあめっちゃ高いじゃん、なんか,あそっかなんか送るのってそうだね。そう、so。 から、日本語もその時全然話してないなんか分かんなかったし何も会話できなくてへえバイバイぐらいしか分かんなくて <laughs> 大変やねや結構でも結構面白かったえその時はインターナショナルスクールとかあったあそうです<ー>そしてインターナショナル学校の中になんか日本語しゃべっちゃダメのルールあるよねうん。 なんかそれで、うん、なんだろうなんか私頑張って日本語勉強したかったから確かに、ね、学校の中にたまに日本語喋ってて先生がめっちゃ怒られて「うん、いや今出てクラス出て外でなんか座りなさい」って言われてしかあと思ってここ日本だよ頭おかしいでもあとでなんか先生がちゃんと私になんか、うん、まあ He why. He explained why.、Uh, like, he was like, ここの学校はねなんか日本人なんかのフールの人,ルの人たちもいるしそれか韓国海外の人たちもいるしみんな英語をしゃべられないの完璧にだから英語のなんか そうだね、スペース作んないとみんなちゃんと勉強できないから、うん、日本語をしゃべないでください,みたいああ、そういうルールがあるんですよ<う>みたいな、ね、それ言われてわ確かにあすいませんごめんなさい本当にすまんすまんって <laughs> 感じでした、はい、えー、じゃあまあまあ大変だよねどうやって勉強したの日本語えっとまあ自分で, <laughs> 自分で正直漢字も勉強したんですけどそころでなんかフリーなんかで行ける学校があって 日本語を勉強できるの学校っていうかなんかんなんていうんだろうセクス,スタリースタディーセッションああスタディーセッションそうなんかああなんか一時間とかそう,そうそうそう<ー>なんか結構グループと一緒になんか入ってするのなんか、はい、まあそういうセッションがあって、うん、そこで漢字とかいろいろも勉強してたしひらがなとかだからもうではもう もう漢字すぐ全部忘れちゃってまあそうだよねひらがなそう開かぬぐらい完璧に覚えたんですけどさすがにあとカタカナも半分ぐらいかなそしてそうですよねなんかマジで漢字やばいもうめっちゃむず <laughs> いいんか上と下、うん、そして日と渋谷・原宿と新宿漢字しかわかんない <laughs> あと桜女子はい、<laughs> 自分の名前の漢字も覚えてた <laughs> あそうなんだ、はい、やばっ まあでも漢字が一番むむずずいいよねいやめっちゃむずいえどう思う思結構さなんか日本で漢字なくてもやっぱ生活できる漢字分かんなくても生活できるから全然できるんじゃないですか余裕えでも漢字ってめっちゃ美しいってもう分かってて<え>普通に勉強したいの気持ちがあるんですけどえみんなってさどうやって覚えれるの漢字えなんか私頑張って何回も書いてもすぐ忘れちゃうし<ー>なんか漢字見るともうなんか点なんかか。 なん,なんか、えって感じしか見れないしなんか、言葉が入るような気持ちがいやなんかむず <laughs> 感じはむずいよねいやめっちゃむずいです確かに、はい、確かにあっアーレンシ俺ももう忘れてるかっこって,って<俺>かっこいい <laughs> ったからこいいってかっこいってかってかっいいっかっこいいいいかいいっかっこかっこか それ思ったんですけどなんか最近結構外人の友達増えて、うん、なんか海外から来る人数はい、はい、そしてみんな日本語ペラペラ私のよりペラペラ <laughs> そして、ね、漢字も書ける <laughs> はっと思ってみんな私とい同い年だし1年だけ勉強したらしいし一年だけだと思って「お前らマジでふざけんな私めっちゃバカに見えるよやめてよ」<laughs>。<laughs> <laughs> まあそうねむずいよね確かに確かにいや感じはむずいわはい、はい、まあでもなくても生活はできるんだね、うん、できます平仮名とかはもう普通にそのセッションとかで通してみたいなさあのあれじゃんアニメとかそういうので漫画とかで勉強しましたみたいなあ、はい、結構アニメと漫画からめっちゃ勉強したっていうかめっちゃいい勉強だったかもしれないですけどうん、うん、なんか でもなんかアニメと漫画で出てくるのに日本語ってさ、うん、ちょっと違う。ちょっと違うね。だからめっちゃ変な癖がめっちゃあって、日本語喋るときに、なんかでござるとかめち言ったり、<laughs> いや、マジで、なんか変な言葉もめっちゃ作ったり、<laughs> なんか嬉しいんごとか、<laughs> いや、なんか、マジで <laughs>。 確かにそれはちょっとあのーえー、誰も使わない言葉って結構あれですね <laughs> マジでやばい癖になっちゃって <laughs> 私間違えて一回ライブでなんか、うん、なんか機材のトラブルバックであって一回うん、うん、すいませんえっとそうですね機材トラブルのバックが一回あって、うん、そしてなんかわあやばいと思ってまあなんか みんなななかかななとと喋いいいいきゃゃけじですか。うんね、最初私言ったのは覚えてないし私これ言ったってんか私「すまんこすまんこ」って言われてそしてみんなが笑っちゃうんですよそうサーキスだった気がするからみんなめっちゃ笑ってて私が「え私なんか変なこと言ったかな?」ってなんかいつもどおりなんか「スマんコスマんコって言ったらみんなめっちゃ爆笑してて。 まあそれで逆になんかもっとなんだろういいなんかライブの空気ができたかもしれないけどなんかちょっとやばくて私テレビ出れない人もしかして出ちゃダメな人かもしれないです。るテレビカットできるから大丈夫 あ確かに <laughs> <laughs> お願いいですよ。うんとね、ま、サイファーの方から、ま、これささっき言ったけどあのこれさじあの、ま、これ結構おもろい、はい、インサイドなんだけどリリックを送ってくださいって言ったじゃんね。送、はい、ってきて俺読んでてあれこんな映画見たことないなと思ったらローマ字だった <laughs> <laughs> 俺これ何かマジで私普通に2つのバージョンがあって先になんかレックするときに漢字読めないから、うんね、ひらがなで読んでなんか歌うの、うん、それからラップするじゃないですかでもそれがもう一回漢字にするのを忘れちゃうっていうか、ねはい、もっともっと漢字だったんですよ書いててなでもでなんかレックするときによ読めなくて<ー>ひらがなにして。 はい、そういうことか。<laughs> ううとだから基本的にひらがなとかローマ字が混ざってるんだ。はい、えでもちゃんと番組で感じ。なんか,なんか、ね、はいえ。送ってました。<あ>はい、送ってさすがにね。さすがにね。さすがにね。いや、ここさ、あのもうみんな言われると思うんだけど、家から出るとき、靴下あ、バラバラこれ。はい。これ。これね。<こ>れ <laughs> これマジでで死ぬまで聞く気がする毎日ミームぐらいになったきあと友達のジョークになったし私結構なんかそうはね変な癖いっぱいあるんですけど、うん、一応1個は靴下のマッチング、うん、まあ普通に家にいないかもしれないなんかマッチング靴下同じの色でも違うな長さとか。 ちょっっとキモいいすよねごめんなさいなんか頑張って一回黒いの靴下だけ買っていけると思って思っ,た思ってたらもう黒くてももう違うのランクスでう <laughs> Bro,、so、bad. そしてなんか私もう諦めてめっちゃ頑張ったからもう諦めてこれは私これは自分だから買わなくてもいいなんかこのままでいいって思ってそうそしてなんか。 たまたまその曲作ってる時になんかテーマってその最初のサイ「サイファーの曲ってさなんか招対面っていうか「これは自分」みたいな,なんかの歌詞じゃないですかだからなんか普通にそうだね「リオ」のことだけ書こうと思ってうん、うん、なんか最初のバースでなんか日本語い入れたらめっちゃ気持ちいいなと思ってそしてなんか 書いてたんじゃなくて、普通になんか、もうフリースタイルみたいにいろいろ口から出してて、うんうん、そしてなんか、家から出る時、靴下、バラバラあラ、めっちゃいい衣装じ続いてて、<laughs> そう爪長くて文字打つよりする電話。いやいやいや、a h yeah. yeah, yeah. <laughs> oh, bro. Like, それもね、友達もみんな電話してます。私、全然テクストできないから。I'm ha handicapped right now. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> そうなんだ <Yeah. S 1> 結構それがもう私って感じね「<Yeah. S 1> Just so you know just so you know」でさいやこれいいなと思って、はい、なんかやっぱサイファーだからさこうじゃあどういう人なのかっていう多分イントロダクションさっき言ってたと思うんだけど、はい、そうですよね僕だからめっちゃいいなみたいなはいそうそうそうで幸せに見えるようにストレスを我慢はい慢なんかこれも結構まあ そうなんか意外と私結構ハッピーな人かもしれないですけど、まね、意外と私結構ネギティブのことばっかり考えるタイプあそうなんだただめっちゃ隠す、うん、なんか日本語住むなんか住ん,なんか引っ越しての後なんかめっちゃ気づいたんだけどなんか language barrier だけじゃなくて culture barrier ってあるんじゃないですかなんかアメリカの方は自分の気持ちというかまあいろいろ言っちゃって 言ってても大丈夫みたいな場所。うんうん、みんなちゃんと聞くし、うんうん、なんか別にそれ,それは変なことじゃないし、はいはい、みんな結構なんか温かい感じでサポートするし、うん、日本でそれって、 あんまやんないっていうか<ー>なんかメイヘラコルチャーあるんじゃないですかあるねあるねあるね。一応私思うのはみんなメイヘラと思うよ <laughs> でもなんかみんなよく隠してるだけ<ー>そしてなんか日本って自分の気持ち結構シェアリングするのは結構なんかあんまり いいことではないというか。まあまあまあ、確かにね。そうだね。なんかどこまでの、なんかリミットが一応なんかあって。うんうん、それで、なんかここに住むの始まったら、めっちゃ我慢するのめっちゃ。うそう結構始まったんだけど、はいはい、めっちゃ我慢してて。うん、そして、なんか。音楽作ったのは、あと、めっちゃそれ助かったっていうか。<ー>なんか、出す、出せる場所があって。自分の気持ち。うん、そうだね。だから。 それについてんかそうですねストレスを我慢し歌詞も作っててなるほどねやっぱ我慢すること多いんだ結構そうですよんか私だけじゃなくて結構みんなもこの気持ち分かるかなって思っててそのマインドでも書いててまあねまあ自殺率も高いしねいや高いですよイジアは本当に悲しいそうですよね確かにはいなるほどね 走り抜けった、昨日抜けた、昨日、毎日頑張るの、はい、スーパーストアップ、A.K.From l w a A-game. y my s be the street, big dreams, I ain't playing.I just believe in myself.Yeah. そう私、若い頃に、そう、ホームレスだったから、なんか最初、サイファーの時の出たの後、みんなが多分結構コメントなんか見たんですけど。うんうん なんかこの子は Kid from the streets って言うんですけど絶対そうじゃないしなんか結構ラプター出る前にみんな結構私の <laughs> なんか私のことについて何も知らなくて多分多分みんな簡単に私が多分金持ちの家族から来てるんじゃないとか簡単に思ってて <laughs> 多分かなんかイメージがそういういイメージがあったかもしれないですけど全然それじゃなくてニューヨークに出てたと 時に2年ぐらいホームレスだった時があってうん、うん、そして、そうですよねなんかその時期って私の人生で結構めっちゃでかいインパクトがあって、うん、でもいい,い,い,なんかいいことでなんかいい意味でなんかそのエクスペリエンスでなんだろうなんかどうやって世界見るのうん、うん、めっちゃなんか変わったっていうか。そうだね なんかそうだねもっとなんかちっちゃいこともめっちゃ感謝するって忘れないとかうちっちゃいことでも感謝するのめっちゃ大事じゃないですかそうだ、ね、なんかもみんなもっともっと欲しい気持ちあるんじゃないですか<ー>でもやっぱりなんかそのちっちゃいのなんかことも大事にしないといけないってめっちゃ気づいててその時期があったからあと金の重さとかちゃんと若い頃からなんか感じてて。うんうんうん そうですよね。なんか別に悪い意味で考えなんか悪い感じで考えてないですよね。その時期、mm hmm. 逆にエクスペリエンスとして結構まあそうだね。いい経験でしたって感じですよね。Mm hmm. まあ一応アメリカってさみんな一回二回ぐらいホームレースになるじゃないですか。 でもそれは大丈夫だったよ。カウチホッピングして大丈夫だったけど。今アメリカめっちゃ高い住みのって。だから結構私の年でも18歳、19歳の人たち結構ホームレスめっちゃ増えてるっていうか、なんかそうだね変ななんか関係の家族の関係の人たちも多いし、逆にそうやって考えると。 そうやってなんか育ってたから周りがみんなもそうだったから別になんか私のエクスペリエンスが悪いことじゃなくてどうして私じゃなくてただなんかあることだけめっちゃ感謝してて、うん、なんかそれもめっちゃ大事だなと思って、うん、そうですよね。 でもちょその後なんか日本に来るのって結構インパクトでかかったです実際さホームレスっていうのは結構さ日本でホームレスって単語聞いたら <Yeah. S 2> ホームレスってやばくねみたいなめになると思うよ <Yeah. S 2> でもそ,、ね、それよりもやっぱ日本に来る方が結構大変だったんだ、yeah. そうですよね<ー>なんかなんだろう私の経験がここに普通じゃなくて、はい、いろいろの経験若い頃からなんかあったの経験父さんと母さんの関係とかまあそうね そうですよね。家族の関係とか、うん、全部普通じゃなかったみたいで。確かに、ね。あ、日本で考えるとってことか。そう,そうですね。<ー>だから友達作るのはめっちゃ難しくて。はい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 。それでなんか結構、そうですよね。一回私漫画家になりたくて。うん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 。なんかなんだろう、一回諦めたんですよ、友達作るのって。なんか、うう北海道住んでる時に、なんか、うん、わあもう、もういいや、なんか、もう自分の世界を作るってなんか、思って。うん そっからなんか私クリエイティブの考え方始まったからああそうなんだへえんか私の場所がなかったら自分の場所が作る、はい、ってんかかんそ、ね、の考え方がはい、はい、そのぐらいから始まったから、えー、その前は全然なんかアーティスト系のことをなんかやろうまあガキの頃言ったかもしれないですけど <laughs> ガチでなんか多分モテないしそうだね <laughs>、はい、そっか じゃあ最初は漫画家やろうと思ったけどえそこから音楽にたどり着いた理由とか何かあったりするの、はい、そうですね、まあ、一応友達みんな遊びで何かいろいろなオーディションやるの始めてアイドルのオーディションはいはいはい、はい、そして私の北海道のインターナショナル学校結構韓国人結構いたんですよ<ー>そしてみんな英語と日本語もしゃべれなくて逆にあそううまくしゃべられなくてだから真ん中もっと そう仲いい感じになりたかったからそのみんなのコーチーが勉強しててみんな聴いてるの音楽も一緒に聴いて私のクラスの中でもうめっちゃ k ー p o p 好きな子もいてその子とめっちゃ仲良くなってうん、うん、もう k ー p o p のなんかライブとかも,もう北海道でめっちゃ見に行ってそして普通に遊びでなんかまあ楽しいからみんなもやってるしうん、うん、やろうかなって思ってオーディションしたらなんか。 まあ一つのまあ二つの事務所を受けてオーディションしたらうん、うん、そして一つは韓国の事務所<ー>えでもさすがに韓国だからあ韓国に行かなきゃいけないんです。はい。あそうする無理じゃないですか。<laughs> もうそこまで離れるのってお母さんからちょっと違うなと思っていや東京の方行きます。そう,うと思って東京に引っ越して。 あそういういこと、はい、じゃあ,あなるほどねそうですオーディションを受けて受かったから音楽をやろうみたいな感じで東京に来たんだ、はい、えでもその時はマジでまだシンガーだけプロフォーマーだけで、はいはい、自分で作れるってまだわかんなくて知らなくてうん、うん、そうですよね、えー、考えてなかった普通にそうねはい で東京に来たんだはい東京に来ました一人でつやつ1万人のオーディションみたいなあそれはその後ですそれはその後ですかあそっかんかまあその後事務所入って事務所入ったからいろいろなオーディションもやったりはいそしてたまたまそのアイドルみたいなオーディションやっててはいそういうことかやりましたいろいろ I feel like I have like five lives, bro. Dude, like you do so, you do so much stuff. <laughs>、yeah, It's it like crazy. え、uh はいつだっけいつのこれ、東京それは、十何歳ってこと十六歳だから、二千十六。あ、そっか。はい。m n d a いや、一人暮らししました。インターンしながら、トレーニングをやってて。<ー>はい。すごいね。そして、インターンの仕事も、えぐくて。うん、まあ、一週間、五回。 うん、そして9時の朝から9時の夜まで12時間はいもう仕事やって <What? S 2> そして仕事終わるんじゃないですか、うん、そのあとトレーニングやっててはいすごくねそう1か月だけ私マジで金なくて <laughs> はいはいはいそうそして私のお母さん結構まあお母さんもビジネス方ォーメンで結構かっこいい人なんだけど、うん、私なんかそうだねお母さんが 東京に行くんだったら自分の力で自分のお金で頑張って行きなさいって感じだったから1か月マジで金なくてご飯も全然食えなくてだからコンビニの一番安いのお菓子毎日買ってなだでけあれえっとその丸いやつえっとえっとなんだうまい棒だっけうまい棒そのお菓子そうそうそううまい棒毎日違うのんか味のやつなんか食べてて 枯れなすぎて、えー、そしてなんもう今食ったら吐くというかもうあもうクリそうダメになっちゃった <laughs> <laughs> えでもめっちゃ面白くて私めっちゃクリエイティブだったよなんかなんかめっちゃスープの味とかいろいろあるじゃないですか,、えー、なんかコンソムの味とかそうコンポ私なんか<わ>ホットの水を入れさせてなんかこれやったらうまそうっていろいろエクスペリメントみたいなことやっててへ、えー、はい <laughs> うまいとご飯とと飯か <laughs> <laughs> すごいね。<laughs> <ー> <Damn. S 1> めっちゃ楽しかったっていうか、<Power ful. S 1> まあ、若かったからできたけど、うんうん、今は絶対無理でする <laughs> 理、ね。<laughs> すごいね。いや、もうやる気がすごいわ。<laughs> ありがとうございます。いやいやいや、なかなか真似できないですわ。<laughs> いや、でも。 この世界ってみんなそうと思うけど Survival Survival バル。特に東京なんてそうでしょ。本当にそうですよね。シティだもんね。そやっぱり。確かにね。えー、やば。ちょっとすごいな。ちょっと待って。いや、全然。Stop I don't got time for it. Bring your bullshit somewhere else and hide your dick. それも一応なんか。これなんかあるのあります、バックストーリー。 なんか音楽始まなんか作るの始まったから、うん、まあ普通に結構アンダーグラウンドのイベント行くんじゃないですかうん、うん、そしてやっぱり女だから、うん、アーティストとして私のこと認めてない女としてだけ見てるで<ー>結構時が結構あってそしてそれがめっちゃムカつくっていうか,なんか、うん、私も本気で本気の気持ち音楽めっちゃ好きから作ってるなん,かなんかなんだろう有名人になりたいの気持ちじゃなくてガチで好きなのそしてみんななんか。 多分勘違いしててうん、うん、女としてだけ見てて、うん、なんかそれが一応めっちゃキモくて、うん、そうですよねだからその経験についても書いててで今でもたまにありますけど結構アーティストとして私のこと見てる人がめっちゃ増えたんですけど「うんうん、ラプタ出る前結構やばくて何、はい、か私のプライドがめっちゃ痛かったっていうか。 言え,ること言える範囲で。でも言えるっていうか普通になんかまあ大きいのグループで遊ぶんじゃないですか、うん、アーティストでそして、ね、なんかみんな,なんかグループになってなんか音楽の話してて、うん、そして何かなんだろう私に何も聞かないっていうか、うん、私の存在がちょっと無視するみたいな状況そしてなんかそっから私がその時期が始まったからそれ気づいたから私が。 いやみんな私のことアーティストとしてなんか分かってほしいから、うん、どうすればいいんだろう like, what can I do to make people take me seriously、うん、そしてなんかそうですよね私もともと80キロだったんですよ80キロ8はい、うん、結構なんかまあかわいてウキウキでって感じだったんですけど。うん <laughs> なんか最初は思ったのはあやっぱりビジュールも大事かなと思って<ー>ビジュールもめっちゃ頑張って自分のスタイルというか痩せるのもめっちゃ頑張ったし<ー>アイドルの時期そう、なんか、でも痩せてもビジュールが変わってももっとみんな私のこと女としてだけ見てて<ー> <laughs> なんか、何がやっても駄目かと思って。はは まあ、その時でも仲間たちっていうか音楽の友達少なくてもいたからその人たちめっちゃありがたい気持ちがあって「d e a d s t a l k i n あと「t o v o ありがとうありがとうありがとう <laughs> ありがとうあう、ね、忘れたビビ <laughs> 忘れた忘れた忘れたスランクスマン <laughs> なるほどね。そっかその仲間が結構言ってくれたっていうのがでかいんだね。はい、そうですね。結構でかい。はいはいはい、はいはい、まああれも言ってたもんね。あれどこどっちだっけ？どっかのデッドのフットステージだっけ？<ん>誰かのフットステージでしたよね。デッドと一緒に。あ、デッドストック。デッドストックット。はい。いや一応。 いろいろカットされたんですけど私たち結構喧嘩したんですよ。いや普通にいつも通りでなんかふざけて喧嘩してて彼私のことずっとなんか「モナミについていいこと言ってください」って、うん、彼なんかまあエヴァメの人が彼に言ってて、うん、彼が「いや歌うまいのババ」ってなんか言ってて「<laughs> 殺す<う>、ね」っ <laughs> てそれカットしてよかった。<laughs> <laughs> 一応私マジでラプサ出る前に自分の年ががんか隠そうと思ってえそうだなんかいけるかなと思ったら私ちょっとバカで気づいてなかったですよ自分でサイトで入れたんじゃないですか <laughs> そしてあとで出てて私がうわー終わったもうでも面白くて私よく ID 忘れちゃうの家に、うん、そして普通に。 なんか忘れてるときはねこれ結構ないまあインサイドジョークっていうか <laughs> あまり内緒じゃないかもしれないですけど <laughs> 私クラブの前になんかまあ ID がないからあ,あどうしようどうしようと思ってラプサーのなんか YouTube ページが <laughs> あもう普通にその我慢を見せて「<laughs> はい24歳」とか書いって,にてます「あと,と1九9 9年のたってもあるなので、えっと、信じてください私二十歳の上です」ではい。 それで入ってんの。そう四回五回ぐらいも。それで <laughs> <laughs> それで入れるのやばいね。えはい。まあたって入ってたらな。いや本当はダメなんですけど、まあ二十八歳だし、ね、はい、ね、でもはい嘘じゃないよ。<laughs> <laughs> はい。 受けたおもろいで、ね、いや私生活がおもろそうやで、ね、もう <laughs> いやなんかリアクションが一番おもろかったみんななんかみんながなんか困ってた顔して,てそしてなんか二人は私のことしてて「<laughs> うわ」あてなって私が「えー、うわ」あ <laughs> <laughs> ありがとうってウ <laughs> ケた <laughs>、はい、そうなんだ。やっぱ結構違うかもう結構みんなしてくれてるえ声かけないってこと困るのやっぱ <laughs> ああります、うん、そうですねラプサー出たらって結構やばくてよかった なんか電車の中にのストーリーが一応あるんですけど、うん、それが一番面白かったの経験から、はい、んかめっちゃパンパンのラッシャー電車乗ってるんですようん、うん、そして私のことをしてる人が私の隣になんかもうマジで隣にめっちゃ近いし「はい、うわシーラさんですか?」ってなって私が「うわだるここかよ」と思って「写真撮ってもいいですか?」「うわ」と思って「いいよ」って <laughs> もう彼が電車の中にもうパンってやって「シャチャン」って写真撮って。 はい撮ってて <laughs> パンパンの電車の中でパパンンパのの電車の中でいやそしてなんかそのストップに行くのは結構 <laughs> 多分1分2分ぐらいかかるんじゃないですかちょっと気まずくて<笑><笑>すぐ隣だからんか確かにそれは気まず <laughs> <laughs>、はいわ。<laughs> めっちゃ面白かったら本当に <laughs> いいねいいねそういうそういうのも,おもろくていいねいいストーリーになりそう曲がきそうだね、わ、ね、かんないけどでも私のなんか <laughs> 最近できたなんか私友達がなんか面白いなんかやり方があって、うん、なんかじゃんけんが勝ったら写真撮っていいっすよってなんか<ー>、はい、それを見てうわそれめっちゃたまい,いっていうか面白いと思って。

サイファーの一番好きなところはね、なんだろう、まあ、一応私はめっちゃコンペティション結構好きなんですよ。私、I'm really com competitive. <Right. S 1> なんかなんだろう、めっちゃなんか楽しい気持ちになっちゃうんだよね、普通に。うんうん、なんか負けても、でもそれと関係なくて、普通になんか自分のベストを頑張って見せるのは結構好きで。うん 一番好きなところだったのは多分、鉄則と同じのグループ入ったああところがね。めっちゃ普通におもろくて、彼めっちゃ緊張してたから、ああ、助かったって。確かにね。いや、俺もさ、デートとしてってさ、両方知ってるからさ、二人とも同じグループだっけみたいな、そういうことだよね。彼だけじゃなくて、タンタンももう普通に知り合いで、だからみんな普通にもう、ウェイウェイバカな感じで遊んでて。 いや普通には A 組でマジでよかったと思って <laughs> 緊張しなかったあねいや私なんか全然緊張しないライブとかそうなんだライブも緊張しないタイプなんだ、はい、<ー>え何か逆にライ多分私めっちゃ集中するから声の出し方となんか how do you say this like I look at myself on a third person's perspective <S あえっ、ー、とね 第三者目線はい自分のこと見てんかみんなが何見たいっていうかんかこれしたらんかいい感じに見えるの感じをずっと集中してて緊張しないですあそうなんだはい緊張が多分2年前で最後最後かなええパフォーマーやななるほどねいやめっちゃパフォーマーがめっちゃ大事と思ってはいはい確かに確かに パフォーマンスなんかめっちゃうまいアーティス結構好きで、うん、いやまあそうだよねドージャカットもそうだしタイル・ザ・クリエイトとかもなんかストーリーとかいろいろあってめっちゃなんかなんだろうもっとアート的感じるんじゃないですかうん、うん、確かに確かに曲とか全部か結構そうだね大事と思ってめっちゃ頑張ってますなるほどっすね、はい、じゃあフットステージかな フットステージ俺結構好きだったんだよなてかめっちゃ俺鳥肌立ったんだよね俺これ見た時めっちゃよかった一応マジでフットステージ終わったらかい書いたんじゃないですかうん、うん、東京に次の日「うん、いや私絶対落ちた」って思って <laughs> 友達にもみんなに言って <laughs> ああ いやマジで私落ちたと思うマジで落ちたと思ういやマジでえなんでなのそれは私三日間寝てなくてあそっかそうなんかワクワクしてて <laughs> なんか学校の良好の気持ちの気分になって気づいたら三日間寝てなくてあら五時の朝集合えー、早っ飛行機乗ってはい、はい、そこについてもう一日ずっと撮るんじゃないですか、うん、そうだよねそしてその上にもワンテイクであの曲もはいあれしたり普通に もう <laughs> なんか普通にななんかなんだろうなんかめっちゃ疲れてて<ー>顔にも結構出,てた出ちゃったっていうか、うん、もうぶっ飛んでたのを顔してるなんか出てないから別 <laughs> になんかやばいこれと思って絶対やばいと思っていやもうステージ出てほしくないと思ってそうですねでも出たの後私自分初めて見てて。うん お私こんな感じに見えるんだんっていろいろもいも思い出しててなんかフッセージいろいろ言ってたからいろいろいも思い出しててめっちゃなんかもう普通に泣いたんですよ、えー、私もなんか私結構頑張ったなってなんか思ってうそうだねなんか結構なんかめっちゃそうだねエモーショナルというか <laughs>。 <laughs> そういう会だったね仲間たちにみんなありがとうとか <laughs> そうあの日はなんか一応北海道で一回しか食ってないもう時間なさすぎて <laughs> ースープカレー 1> 1えあでもスープカレー食えたらよかったね、はいはい、そうエンゾが紹介したの場所 <laughs> そし住所が忘れちゃってエンゾにラインして「<laughs> えどこだったっけ?」って言ったら彼があ送ってて私にどこだろうえっとキングなんとかだっけああいやっていや行ったことないなでもめっちゃ丁前いよそこ そしてんか普通に踊りでそしてんかそうですね、受けたのあと私も友達にも泣きながらみんなラインしてて、エンゾも。なんかそう、エンゾ。なんだっけ ?What's his tag? エンゾ。そう、チャックメーカーだよね。Yay! Does he make songs? o r r y だって、Everyday のチャックとかも、だしとタレと、ンベロ作ってたの曲とかも。はい、毎年作ってそうですね。 ででもそうですね、なんか普通にみんなにありがとうの何かラインなんか書いてて「うんうん、いや、エンズのおかげで私なんかおなんかお腹パンパンでなんかちゃんと声出てたからありがとう<ー>本当にもう永遠に忘れない」<laughs> ないって言って <laughs> そう接続 <laughs>、ね、も受けたらもう,、うん、もうマジで私があーレッツゴーと思って <laughs> 私たち結構話したからうん、うん、えっと そうだ、ね、えっとフーズステージの前に「いやどっち私たちどっちも落ちたらちょっと恥ずかしくな、ね、い?」って話しててそしてフーズステージも同じのこと言って「<laughs> いやどうする私たちどっちも落ちたら」<laughs> な,んかなんか彼のなんか番でなんかああ「お前のことボコボコするぞ」って私も言ってるし <laughs> わあ私 行っちゃった、なんか怖いなと思って。どっちも受けてよかった。確かに、確かに。そっか、そっか。いいな、札幌いいな、俺も帰りてえわ。いや、帰りたいです。私ちゃんと一日しか行ってないから。ちゃんと行きたくて。ゆっくりね。後半のために。もうリフレッシュ、空気のために。はい。札幌の空気めんない。普通に。もう。 ランンニグの後も感じれるもう、空気が、わっ、これ、これだ、もう説明できないんだけど、北海道の空気だって、気持ちいい。気持ちいいよね。超気持ちいい。北海道行ったら、これが食ってほしいっていう食べ物を3つあげたら、何あー、ファク、そうまち。えっと、一応、うん、あのスープカレーのところ。スープカレーだね。はい。 しゃぶしゃぶそうんかスズキのでめっちゃいいしゃぶしゃぶの店あってあとんかおばあちゃんたちがやってるのんかんかうどんスタンドあるんじゃないんか踊りでああそこマジでレジェンダリーっていうかもうずっとやってる多分2十年ぐらい以上ぐらいずっとあったよねんかそこはおばあちゃんたちがみんなんか作ってるの踊なんかスタンド タチウノみたいな。そうそうそう。そこマジでバクうまくて。確かに確かに。600円ぐらいだよね。めっちゃ安い。そこマジでおすすめっていうか、行ってください。彼はガチシットというか。マジでガチシット。確かにローカルだわそのタチウノはまさか出てくると思わなかった。いや、これはマジめっちゃ。マジでめっちゃいい。踊りあるんでね。なんだ、あそこのオーラタウンの近くかな オールラタウンの入り口かなんか近くにあるんですよそそ、はい、そうそうそう。ちょっと皆さん行ってほしいねじゃ行ってほしいオドリーキあります中にある地下にあるところぜひ行ってくださいおもろい,いやマジでいいね。ウッドステージもよかったらどこが一番将来んどこがいいかなみん could talk about e v y t h i n g I guess but yeah it's time to turn up I'm gonna need a fire track water down the riffraff これ俺わかんないんで、refract みたい f r a c t it's like なんか一応この英語ちょっとなんかまあスラングで使うし、はい、あとなんか使ってるの人がパブのアメリカしかいないっていうか言葉でちょっと難しくてみんなわかんないと思うんですけどなんか。うん ジャッジズが多分英語の歌詞しょうがなくわかんなくて私が自分の格好についてのことを書いてないと思ってる、うんってね、のに、Riff Raff、うん、means like poor, like outcast. Right, <people. S 2> right, right, right.、So like, I did it in add でもそれもトランスレーションするの難しくて言葉がなくて「r e f r a c t みたいなスラングだから違うトランスレーションで入れたんですよねはい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 それで自分の格好について書いてないに見えてちょっと残念ですけどいや俺そうねいや俺結構めちゃくちゃ過去のことについて話してたけどめっちゃラッパーとか昔は貧困でどうのこうのみたいな感じじゃないからなんていうの そうですよねだから俺はあちょっとこんなこと言ってられないかもしれないけど、うん、いやそんな過去のこと結構話してくれたと思うけどなって俺はたに思った <laughs> ありがとうそうだね確かに何か一応私多分なんか歌詞作るの人としてちょっとなんだろうこれは絶対やりたくないのことなんか、うん、結構あって一ん、うん、し個はなんか自分の過去 なんか自分が一番怖いそうみたいなんかの歌詞作るのは結構苦手で、うん、私なんかなんだろうなんかまあなんだろうねなんか私がこの過去がこの過去があったからみんなと違うって感じいろいろ言うのは結構好きじゃなくて、うん、なんか私がなんかなんだろうみんなって自分が一番怖いそうって思ったら逆になんか、うん、other people who are struggling って見えないんじゃないですか。なるほどね。 それのななんかんだろうなんだろうメッセージをあげるのは結構好きじゃなくてだから自分がやんない方がいいと思って書いてないですよね書いても軽くてポジティブで言いたい感じでそうっすよねねなるほど自分の不幸自慢というか自分の不幸の話ばっかりしたら他の人のことをこう見過ごすことになっちゃうから、はい、あえてめっちゃ前面に出すのはやりたくないってことだもんねそれはスタンスとしてね重要だと思う,、はいうね、なるほどね そういうことかなんでもさ Yeah I'm on my way 光さす方へとかもさまあ確かにさ It's like I guess it's a little bit of a general way of saying it ってなるけどでも要はさそのこういう過去があるけど今はこうスターとか光がさすとこのステージに向くめっちゃ深いと思うこのリリック I thought was like deep man え、マジで Thank you でもそうですよねなんか私この番組出てるから私めっちゃ考えてなんか私のメッセージとか うん、なんか受けたいメッセージ曲でめっちゃ考えても歌詞も作ったんですけどなんかもしなんか誰か私みたいな格好がある人も見たらなんか誰でもなんかなんだろう私もできるような気持ちになったら嬉しいなと思ってもっと,おんもっとなんか女のアーティストも増やしたいしなんかそうアンドグラウンド結構結構男のよりも,もちろん少ないですよね。増えててるんですけどなんか少なくて なんか結構寂しくて私、ね、女のアーティスト友達めっちゃおしいなのにまあ会ってもみんな忙しくてそしてそうですよねなんか作るのはめっちゃ難しくてそうだねなんかだからアーティストとして逆に誰かのことをインスパイアしてて、うん、その人もなんか頑張ったらなんかもう嬉しいなと思って、うん、もう何がやっても。 頑張ったら嬉しいなみんな頑張ろうん、うん、みんな頑張ろうってじでいいねいいねいやでもこういやなんか今増えてきてると思うんだよねあのーはい、まあこうまあなんていうのまあマイノリティのバックグラウンドがあって、はい、でしかもスィメールでみたいななんかすごい結構なんかみんながこう、はい、なんていうのう、ね、目標にできる、はい、うん人なのかなってめっちゃ思うからそうですよねあとみんな違くてめっちゃ。 美しいというかめっちゃゃいいいことじゃないですか。そう,だ、ね、そうなんかラプサー出たのと気づいたのはまあラプサ出る前も気づいたんですけどこれ言っていいのいやまあ言って大丈夫じゃない、うん、なんか結構日本って違う国となんか比べたら結構同じのことをやるの人が結構好きで<ー>なんか新しいことをやるのはかっ 結構リスク高いだからなんかみんな,なんか同じのことをリサイクルしててなんかやっちゃうんですけど、うん、もうバズってることをなんかマナーか,なんかそういう感じで作って、うん、まあビジネスで考えてるからみんなそれ一応めっちゃたまいいんですけど日本だから、うん、でもなんかそうだね一応なんか私がそうだね新しいことやってもなんか、うん。 これも結構美しいというかんかみんな同じのことをしなくても大丈夫じゃないのメッセージを見せたくてそのマインドで結構頑張ったしそうですよねなんかそのところめっちゃいつかなんか日本がコーチャ一応めっちゃあるんじゃないですかそうだね。んかみんなもっとなんか日本のこと海外も分かってほしくて、うん、なんか、まあ、アニメと漫画もあるしそうだ、ね、なんか ゲームとかし、うん、そのイメージっていうかもうそれ結構好きで、はい、なんか自分の音楽のビジュールというかもう全部あれになってほしいというか<ー>海外にいてもなんか日本なんかから来てるっていうか日本のコーテがちゃんと見せたくてはい、はい、なんかそうですよね誰でもあんまりやっててる人いないからそう確かに確かにそうですよね逆になんか 日本もかっっこいいっていてう海外みんなアニメとゲーム超好きだもうコミコンともうやばくないですかもう人パンパンもうソルダーツになるしもうエグいぐらいいますよねでも日本人ってさ、うん、それ知ってるの人だしあんまりいなくてあそうなのかも、ね、どこまで日本が日本のコルシャが人気ってはい、はい、海外でそれがマジで。うん 悲しいっていうかう、まあ、みんな気づいてほしい、なんかここしかないのなんか、ものがいっぱい多いから。はい、確,かに確かに。そう。これも全部使ったら、めっちゃいいじゃん、って感じ。<laughs> はい。まあ、でも、確かになか。あれだよね。あのー、今までの曲の。 ジャケシャとかも結構アニメっぽかったりとか自分で描いてました自分で描いてるのかか漫画家のかそうですね普通なりくてだからずっと絵描いてて若い頃からそうあとなんかそうねデザイナーもなりたくてめっちゃ普通に毎日もうバカみたいに9時間ぐらい一人で描いててそうワッコムのタブレットでわかるようタブレットそう こうやって見るの、パッドはここだから。あ、そういうこと。ここにあって、ここに書いてて、モニターに映し出されるんだ。わあ、すごいね。それでずっと書いてて、気づいたら、漫画家どうして辞めたの理由は一応。寂しかった。ああ、やっぱ寂しかった。え、なんか、やっぱり、ずっと一人の部屋で、ずっと絵描くのって。いや、私一人ぼっちで、死にたくないなと思って。そうですよね。 結構寂しい系だし一人ぼっちだったら多分死んじゃう本当にマジで死んじゃうまあでも曲とかあったらねいろんな人とコラボレーションして作れるからそうですよねあと一応音楽って結構まあティーンワークのところ一応あってまあ誰かとミュージックビデオとか撮ったりあとなんか違うタイプアーティストと一緒にクラブって感じじゃないですかそれてそのんだろうそれがめっちゃ好きで 結構なんか、そうだね。最初音楽作った頃から、もう、これだと思って。人生で、これずっとやりたい。へえ。はい。<ー> 見つけた感じだ見つけたって感じですよね。超いいね。めっちゃゴミの曲、初めての曲が作ってて、東京チルンのスタジオ。ずっと家の帰りでずっと聴いてて、食らチちゃって、うわ、私これを作ったんだ。今聴いたらマジで無理なんだけど、めっちゃ下手くそな <laughs> 曲なんだけど、その時マジで、<laughs> Bro, I'm the shit, man! と思って、ね、I'm、like, so cool, I made my own song. Like, みんな友達に送ってて、めっちゃ下手くそな曲。<laughs> 友達がいいねって <laughs>。 いいザッカザッました。だからみんななんかラプソーも出た時に天才とかいろいろ言っちゃうんですけど本当にめっちゃ頑張ったんですよ曲うまく作るのストラクシューのあれもめっちゃ勉強してたしいろいろなジャンルも試してたしめっちゃ頑張ったから音楽作るの上手くなって。でもなんか なんだろう自分のこと天才と思ってなくてただ頑張ったからうん、うん、今いろいろできるようになったと思ってうん、うん、そうですよね誰でも頑張ったらできますよって感じで、ねはい、結構さそこ結構おもろいなと思うんだけどやっぱこう曲を作るっていうことに対して、はい、なんて言うんだろう,こう勉強するっていうことになった時にどういう勉強するんだろうみたいな、はい、結構今ストラクシューという話とかしたけど、はい、なんかどういうことを勉強ししするなんか なんて言うんてううだろう勉強するって言ったら何を勉強するべきなのかなまあ一応やるしかない。うん、まあもちろんね、はい、なんかみんなってなんか結構なんかなんんかだろう YouTube 見たりとか,なんかガチでランニングしたい人たちいるんじゃないですか,、うん、確かに私思ってるのはマジで自分でやんないとなんか早めになんかなんだろう入んないん自分の中に私めっちゃ曲聴いてるしバズってる曲でもバズってない曲でも。うんうん これどうして売れてないんだろうこれどうしてめっちゃ売れてるんだろう、うん、もう考え方でもめっちゃ考えてて、うん、気づいたのはバズってる結構トップ曲ってさストラクションって結構完璧じゃないですか<ー>ラッパーでもなんかラッパーでもドジャカットも結構ストラクションめっちゃなんか大事にしてるっていうかちゃんとその勝ちっぽさが感じれるように結構頑張ってるんじゃないですか、はい、あとピンク・パンティースとかそして気づいたのはまあ そうですね my little secret.、うん、なんかいい曲作りたいんだったらバースとなんか VARS もフックポストで作ったらめっちゃ勝ちになる曲へ、えー、おもろいな、はい。だからなんかたまに私曲作るときになんか全部なんかフックで何回もテイクしててそ,しそれをなんかストラクチャーに作るんですよ。はい え、セクスター、セクターカバーです。全然大丈夫ですよ。もうはい。フックをもう何個もバージョン作って、でそれをなんかその中で一番キャッチなあのフックにして、その中でちば二番目にフックっぽいのをなんかバースにしたりとかしてっていうこと。そうです。一応私結構そうですね。なんか It's like my talent and my curse。し EHT ひどくて、しすぐ自分で作 出たあのなんかメロディー忘れちゃうんでですよ<ー>マジで撮ったらマジでもう分かんない何が撮って分かんないだから何回も撮れるすごいねの問題があってす,すぐ忘れちゃうからもう全然違うのフックも全然作れるし、うん、へーだからソングライティングの仕事向いてる,なて向いてるね確かに <laughs> い,、ね、いろんなねこう引き出しがあるのはマジで向いてるね、はい、確かに確かに。でもやり いいろろやってます。<ー>それだけじゃなくてあとたまに半分フリースタイルとかフリースタイルの方って結構面白いこと出てくると思う,うん、うん、っていうか自分がだろう思っている面白いこと言葉たまに出てくるから熱いなと思ってたまにそれもやってるしいろんな方法試してんだね、はい、あと歌詞めっちゃソングライターだから歌詞めっちゃ作ってて。だよね。 そうだからアニメと本とか漫画とかはい、はい、おそれ聞きたいよどういうところからこう単語が出てくるわけえっとまあ一応漫画の方は、はい、なんかカラクターの気持ちとか結構使っちゃうんですよあと内緒内緒じゃないか、うん、<laughs> これ言っちゃった <laughs> まあ内緒だったんですけどなんか友達の相談、はい、結構私聞くんですけど。うんうん <laughs> でもみんなに言ってないっす <laughs> みんな知らない。<laughs> みんな相談された内容の気持ちになって書くってこと、はい、そしてその友達がたまたま「あこれ結構めっちゃ好きだよ」って言って私が「Yeah, I made this for you <laughs>」。 そうなんだ。もうなんかカジュのトラブルの女の子友達もいて、そしてなんかめっちゃ悩んでるの友達もいて、そうなんかいろいろな曲も作って、みんなたまたまその曲一番好きって言ってくれて、この気持ちめっちゃわかる。I'm like yeah, I know。そうなんだ。もう。We will never know。Never know. n e e r know. そうだね <laughs> なるほどね。うわ、そういうことか。<laughs> はい、結構おもろいな、えー。え、技術的にはどうなのどういう、なんか技術、例えば、スキルなのか、なんか、Rules とか、自分の中で決めてることある、例えば、ストラクチャーさっきストラクチャーみたいなぐらいさ。ああ、Rules。Rules は、私、結構、まあ、多分、結構、自分にめっちゃ Strict のタイプで、はい、曲作ってる時に、うん、なんか、なんだろう。 完璧じゃないと無理みたいな気持ちがあって、うん、まあその考え方ちょっと変わったかもしれないですけどはい、はい、なんかタイル・ザ・クリエイターのなんかインタビュー一個見て彼がなんか完璧じゃないって逆にもっと美しい<ー>なんか完璧のテイクじゃなくてちょっと味があって間違えてもそれも曲の味になるとかいろいろ言うの初始めて、うん、それ聞いてい間違いなくそれめっちゃソウル入ってるよ、ねはいはい、逆にだからもう完璧すぎるじゃなくて なんんだろう真あともともとシンガーだったしそうだ、ね、結構自分のちょなんか声の出し方とかいろいろのやり方があるからなんかそうだねヘッドボイスとか使ったりファーセットとか使ったり、うん、なんか曲作ったのあと私そうですよねどうやって歌う でいろいろなバージョンも作っちゃうんですよ。<ー>なんか何回もテイクしてていやもうちょっとなんか激しい声でやろうかなって<ー>結構声にも結構フォーキスしてててるっっ感じで作ってますあ<ー>まあルールだったらそうだねなんかまあ絶対結構ジャンルめっちゃいろいろやったんですけど<ー>最初音楽始まった時に RB の方<ー>あとなんかまあヒップホップ RB だけ作ってて。<ー> そしてなんかそうですよねなんか多分人年ぐらい経ったら私があ3年か二十一歳になった頃でうん、うん、私がいやなんか自分のスタイル探したいほ<ー>まあ一応 R&B の曲作ってもライブとか盛り上がらないし、うん、ライブするのめっちゃ好きでうん、うん、だからなんかライブなんか楽しんでできるよな,なんか曲も作り作ってみたい <laughs> まあその気持ち一応あって、うん、そしてなんか 1>, まあ1年半ぐらいめっちゃいろいろなジャンナー試しててそしてエレクトロニックがめっちゃハマっちゃったんですよ、えー、ミクシングとマスタリングもめっちゃハマっちゃって、はい、自分そしてなんかなんだろうなんかミクシングもなんだろういろ,いろできるんだってしてたからいやなんかこれなんかエレクトロニックって結構未来の音楽と結構近いんですだね エレクトロニクでんか新しいことなんか作ったら面白そうと思って、うん、その前でずっと続いててまあエレクトロニクアーティストが一応ルールというかエレクトロニクでいこうって感じですなんか何のジャンルがやってもエレクトロニクのジャンルの中に収まるようにするみたいなそうですねへえ<ー>、はい、なるほどっすね、はい、すごいななでもさなんかまあ 結構、まあ、キャンプ俺も見てないからちょっと何とも言えないんだけどさ、まあ、見て自分も見てないんだもんねまだねまだ見てないですで怖い,怖い,怖い結構びっくりしたんでね <laughs> レイジ選んだじゃんあ、はい、そうだからレイジかみたいなおいシェイダンレイジイあんまちょっと想像つかない <laughs> ですよ、ね、見たいなみたいな感じは思ったけど、はい、でもそれも一応エレクトロニックっていうこの中に入ってるもんね,ね、はい、はい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 一応そうだね私結構、まあ、みんなこれ多分 意外なんか知らないと思うけど私結構音楽なんでも聞く人っていうか、うんうん、めっちゃいろいろなジャンルも聞いたりしててはい、はい、そうですね激しい系も結構好きであそうなんだそうなんか結構なんかまマビコナスティとかそうですよねそうヤンクリスとか、うん、なんだろうなんか激しいラップも全然好きだし全然聞いてますしそうですよねなんか逆にずっとやりたい やりたいことだったんだけど自分ができると思わなくて、うん、ああそういういことかやったことないからそ,うだ、ね、<laughs> そしてやるのが怖くてなんか間違えたら恥ずかしいからだからその理由だけでずっとやってなくてでもラプサ出たから私がなんだろうその変な,なんかプライドというか怖い気持ちをしててなんか怖くても。 頑張って頑張ってや,やっちゃいましたそうなんだ、はい、結構もうレイジ,ジャージャンまあトライしたかったからそうですよね、うん、なんかずっと思ったのは私の声と合わないかなと思ってあ<ー>私結構なるほど、ね、そうですねハスキーのなんか声の出し方もあるしうん、うん、あと結構なんか声が高いの声出し方もあるしうん、うん、なんかなんだろうレインジュが一応あってうん、うん、私 なんかミドルレンジの上にいたらそのハスキーポスがなくなるんですよねだから激しいの上のラップやったら結構なんか女っぽいの声になるんですよそれがその声が好きじゃなくてあ自分のやるんだったらめっちゃ低いハスキーボイスでやりたくて<ー>でも結構ミドルとローだけだったらストラクシュー的にめっちゃ面白いことめっちゃできるわけじゃないんで結構全部同じに聞こえる<い>私的に多分。 私だけかもしれないですけどうん、うん、はい。そしてそうだね私結構ストラクシュアルマッチ大事にしてるからそうですよねなんかいろいろ考えててはい、はい、でも意外とそんなに悪くなかったお<ー>って思っててえどう気に入ってるところとかある全部いくのもありだけど、はい、気に入ってるところえっと一番好きな歌詞一番好きな歌詞う ああ、一回見ていいですかあ t h で、<laughs> <laughs> n k the, the camp is h e camp. <Right here. S 3> これ音が一番良かった歌詞のより。ああ、やっぱ音なんだよね。<laughs> はい、音,が音で楽しみたいってことだよね。うわ、聞きたいな、ね。私音の、音の…いい音のとこでもいいよ。はい、ここの音めっちゃ好きなんだよね。はい、えっと… ああ気分はすでにスター回り続けるこの「World」が一番好きから音として,音としてあと歌詞も結構好きですねそれが一番結構楽しかったのったレイ君のところだったんですあっそうなんだ、はい、あちょっと待って超聞きたいなそっかむずいわ <laughs> えそれは何でだよ私もファイナルデートもらってないです、うん、そ聞いてないのかも聞いてない 怖いよえラップスターでさ、それマジでさ、出るまで見れないの基本的には。いや、もう分かんないですけど、私だけ見てないかもしれないし、みんな違うの逆に。教えて。<laughs> <笑><笑>えでも結構そうなんだね意外だね、はい、じゃあ自分の曲がどんな風になってるかっていうのもまあ一応先にパソコンで作っちゃうんですよ、まあそ,ね、そして私全部プリミックスしててミックスアイディアも全部つけて<ー>レックも全部や終わらせて、はい、そしてもう一回スタジオに入ってレックしてうん、うん、そしてなんかミクシングのことも全部言ってこれとこれもこれにしてくださいえっとこのフィルターを書いてなんか入れてください<う>なんかめっちゃいろいろんか文句というかいろいろ言ってて。 <あ>はい、じゃあもうある程度全部こうしてくださいと言ってるんだはい、はい、私一応なんかそうですねカンプステージちゃんと見せたかったのは私のミクシングのアイディアのスキルあそっちだめっちゃ見せたくてなんかはい、はい、ヘイズルオンいはシェリアだから私しかできないこいは何はろうと思って、いはいはいはクはい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 は なんか入れてなんか正しいっていうかめっちゃトラップっていうか海外のなんか正しいトラップに聞こえるようにいろいろしててはいはいはいそうですよねあそうなんだ、はい、じゃあそこをぜひ聞いて音を聞いてほしいみたいな、はい、音がマジでぜひ来てほしいへ、はい、えーいいね、私のリリック一番ベストのは絶対そうですよねえっとサイファーとフットステージかな、うん、私一応リリックめっちゃ頑張るの人そうだよね <laughs> そうですよねなんか なんだろうみんな英語だから逃げてるって思っちゃうかもしれないですけど英語の歌詞ガチでちゃんとなんかトランスレーションあったら本当に完璧なトランスレーションあったら私めっちゃ歌詞うまい気がするんですけどうまい方いやうまいと思いよ俺は俺はわかるからさ結構頑張ってるっていうかそう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 まあ確かに英語多いけどねはい逃げてないよ私日本語で日本語難しい全然書けるんですけどんか音が 違くんかまあ一応先にメロディー作っちゃうんじゃないですかメロディーが丸くて日本語と合わなくて日本語の歌詞入れたらダサくなっちゃうタイミングが結構あってそれでんかちょうどいい場所だけ日本語絶対入れるって感じになっちゃったんですよねはい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 はねはい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 はあはい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 は 出ほうがいいよなとは思うっすねはいあとまあ面白いのは多分私みたいなアーティストこれやってるの人、うん、まあいるんですけど結構少ないんじゃないですか<ー>英語でインターナショナルやってる日本でのアーティストそしてなんか結構まあ日本だけ聞きやするんだけど違うアジアの国全員インターナショナルアーティストいるんですよ確かに英語やってるの人 少なくてもいますって感じで<ー>みんな結構なんか,かそれも熱い水になってるしんなんか、ね、日本もいや新しい時代来てるからなんかあと次のジェネレーションのためにも、うん、なんか。 なんかそうだね、インンスピレーションにななりたくて、んか新しいの子どもたちというかなんかネクストジェネレーションのキッズに yeah. Yeah. そしてその意味も結構なんか、まあ、英語あってもいいと思って、うん、自分だしあと音楽って結構強いところはやっぱりなんか何が言ってるってわかんなくても音でなんか気持ちを感じれるのところ。 んかだから私、アメリカ住んだ時になんか宇多田ヒカルとかめっちゃ聞いててえ、はい、アムロとか、うん、そしてなんかそう結構、日本のなんかアニメソンとかめっちゃ聞いたり何が言ってると分かんなくて、うん、でも,も、気持ちが超なんか感じれるというか声で。うんうん 音がめっちゃ好きでクラッチあったんですよね。海外そういうやつら結構多くて、確かに何か言っても言ってると分かんなくてもなんかめっちゃみんななんだろう感じるって感じで。うんうん 日本もそれ必要かなって思ってあったら熱いなと思って私一人でやっちゃうのは怖かったんですけど <laughs> 結構頑張ってやってるって感じですね <laughs> いやめっちゃいいと思うなんか俺らもさ、うん、今チャンネルをこうやっていく中でまあ結構イップ p ップとかそういうアーティストはもちろんメインであるんだけど、はい、今は結構こうさっき言いたニュージェネレーション ジャパニーズみたいな感じのところを俺たちの中でもフォーカスしていきたいっていうのはすごいあってまあ、はい、なんていうのまあいろいろまあ多文化人っていう、はい、まあ日本語を俺らちは見つけたんだけど、はい like、Multicultural Japanese、ねはい、っていうのをまあこう取り上げていくそれがニュージェネレーションだと思うし、はい、俺らもそうじゃんねミックスで、はい、でも日本の違いって日本でそ生まれ育って、ね、日本のカルチャーも好きだし、はい、でもやっぱ モカウチだから違う文化も知ってるからこそ、はい、いや本当にっていうのをここから増えていくと思うんでね、日本。いや、めっちゃ増えると思うし、うんと、一応なんか、そうだね、なんか、たまに言われちゃうんですけど、うん、どうしてなんかアメリカに,帰、ね、になんか戻れないの、うん、な音楽について。うん、一応、みんな分かってほしいのは、別にアメリカに帰っても私の気持ち、別に変わんないというか。はははいいい 日本に行っても100%日本人じゃない、うん、でもラプサーも言ってましたけどその気持ちは一応マジでめっちゃあって、うん、なんかコルチャー的に、うん、なんかそうですよねそしてアメリカに行っても私日本人のところもめっちゃ増えててだからアメリカと合わないところも全然合ってるし私真ん中にいるどっちもだから私英語と日本語どっちも使わないと100%自分ってもう感じられないしあ,あそうなんだ、はい、はいはいはいだから逆になんか ここ行かないといけないんじゃなくて音楽だからなんかどこに作っても、うん、どこから作っても大丈夫じゃない絵の前にとあったんですけど、うん、結構みんな,なんかみんなではないけど、うん、なんか自分の国に帰れって言ってるの人たちいるんですよねまあめっちゃ面白いのあんたんか見てたけど私めっちゃ笑った<笑><笑>そう、ね、自分の国に帰れ <laughs> 自分の国に帰れって。<laughs> <laughs> めっちゃバクション <laughs> 一応私安定コメントめっちゃ好きで私全部かもしんないです本当に私,なんか私のお母さんが一番うまく私のことを若い頃からずっとディスっててううお母さんのよりうまい人いるからずっとんかサーチしたらなんか思ったよりそうまあ一応。 えっとフーズセイジの後思ったよりなんか面白いやつが少なくてちょっと悲しいんで、うん、みんななんかもっと面白いアンテコメント考えてください貼ってます。おもろいね。あまあ、ちょくこれ最後でこれ言うのはあれかもしれないけどさ、はい、どういうミックスなの？Uh, もうで言えな。How a l i k e y I think I'm more mixed than I think I am. Like、うん、お父さん一応なんか、うん、he was adopted. Adopted ってなんていう？Adopted はえっ、ー、と養子。 お父さんがヨシでそして彼のヨシなんかのお父さんとお母さんがネイティブアメリカンやチェリキーのチャイブでも彼はそれじゃなくて、うん、He's Hispanic like black Hispanic. <ぁ>そしてそうですねおばあちゃんが結構ミックスに見えるし、うん、なんかサブーカルだしワンちゃんもっと生えてるあ,<ー>あとお父さんもっと生えてるいろいろ可能性もあるしだから半分私の人生結構なんだろう ブラックなんかネイブーヘッドブラックコルチューの中に育ってて、えー、そしてもう一個の半分は日本のコルチューじゃないですか、ね、なんかマジでアイデンティティークライシス超あって <laughs> 何があってる何があってないのか自分が何自分が誰みたいな結構私だけめっちゃライトスキンで家族の中にああそうなんで弟も結構なんかまあ絶対なんかブラックが入ってるなって感じのスキントーンあってお兄ちゃんも ブブララッッククでで、うん、ちゃんも私だけ結構白くて <laughs> だからそうですよね私がなんかななんかんだろう同じのレイシズムのところをエクスペリエンスしたんだけどうん、うん、なんかお父さんと隣なんか歩いたらなんか、like「チャイニーズ like n-word」とか言ったり私に<ー>そうだからまああとアイジアン私、えっと、学校で私だけアイジア人だった、うん、あ はい、ニューヨー,クでニューヨークもうみんなブラックヒスパニックで私だけイジメンめっちゃ<ジ>もう <Damn. S 1> ブローボリインレベルアメリカニューヨークのブリーがもういじめ、うん、レベルマジで違うっていうかエグもう普通にもう,もうマジでこれマジでこれそしてなんか学校の隣,隣のなんか人たちもいて私の学校まで来て私の荷物取るために。 なんか私住んだところなんか住んだ時期、うん、一応みんななんか結構チャイニーズブームというかジャパニーズブームがあって絶対日本人だとなんかエイジャ人だと金持ちのなんかステレオタイプがあってそれでみんな私普通に貧乏でも金持ちと思って私のなんかスクールテキクストブックもリップしたりなんかいろいろやったり。 だから北海道行ったらちょっといじめあったかもしれないですけど、うん、でもこれは子供もをプレイと思ってみんなかわいいなと思って <laughs> 逆にいじめしてる私のこといじめしてる人たちとみんな仲良くなって、えー、そうなんだ、はい、いやマジでかわいかったって感じ <laughs> そっかすごいね <laughs> いろんな文化を経験して今ここに、ね、いやすごいなんかここの楽しみやな <laughs> え ちょっと、まあ、まとめというか、はい、結構もう1時間多分半近く話してたんだけど、oh. yeah, good, um, 自分の中で、まあ、グラミーっていう話もしてると思うんだけど、はい、なんか目標だったりとかあるのここからの目標だったりとか、まあ、目標は私グラミーは絶対もう頑張って取りますうん、うん、人生でソングライターでもアーティストでもマジでどっちも頑張って、うん、行こうと思って、うん、そして今のなんかそうだね目標は まあ、とりあえず EP 出して、うん、新しいジャンルも作りたくて今いろいろ試してます。これ聞いていくとわかんないけどさ今年の最初の方さなんか毎月一曲出すみたいな話しちゃう時、はい、それ今もやってんのえ今もやってない,、うん、いそのつもりなくて普通にめっちゃたまってて出してます。ああういうやばいね じゃ、ちょっと、もう、一ずつい出るもんね。ちょくちょく出るんで、ぜひぜひ、あのー、<ひ>何がチェックしていか、インスタグラム。インスタグラム、とか。うん、私、ツイッター下手くそなんだけど。うん、あと、でも、そうだね、面白いことみたいんだったら、ティックトックから。ティックトックか。そうか、ティックトック。私、結構バカ動画、出ます。<laughs> なんか。はい。 なんかアメリカのコルチャーめっちゃ違うところはなんかふざけてるのジョークス、うん like、なんか冗談、うん、がめっちゃ違くて、うん、なんかそれ日本でやったらみんなめっちゃキモいってなんか言われちゃうんですよ。一応 <laughs> 人生で日本で40回ぐらい振られたんですよ。うん、40回振られてるの以上回。はい。<Damn. S 1> Bro, my personality is too much for these people. <laughs> ノーバリケンハンドルミ。そう男友達みんな同じのことも言ったし、お前黙ったら可愛いよって。すごいね。えでも結構すごくない40回以上。40回以上振られてるんだ。確かにレベル高いよ。なんかレベル高いよね。凄くない。暑い。や40回もちゃんとアタックするのがすごいわ。ええと逆になんか。 逆にんかそこめっちゃ振られちゃうから怖くなくて振られちゃうんじゃないってかああだからもう行っちゃうんだもう行っちゃうそうそう大丈夫大丈夫振られちゃうからそう自分の気持ちだけ言ってその後なんかんかするって感じおもろいないやまあ実際話したらさらにおもろいんでねあの TikTok インスタグラムとかぜひぜひね応援していただけたらなとまあ曲も天才的だしまあまあ ねラップさん見てくれた方はもうわかると思うんですけど、パーソナリティもおもろいし、ここからなんかビックリ、どん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 なっていくんじゃないかなと。頑張ります、はい。ぜひぜひサポートしてくれたらと思います。は <laughs> います。Yes, <laughs> thank you for having me. Of course, thank you for i n g o ということで、また次回のエピソードでお会いしましょう。Peace!OK, a z a イェーイ <laughs> おもろいね。